三ツ橋筋は絶景、伊原山の片道60分のコースで親子登山してきました。伊原山はですね、佐賀と福岡の県境に位置する標高982メートルのね、山になります。ルートはですね、糸島方面、三ツ瀬方面などさまざまあるんですけど、今回はですね、木場岳登山口からの片道60分ルートをご紹介したいと思います。はい、佐賀の方からですね、木場岳登山口、最短大体60分ぐらいでピークにつけるそうです。伊原山ですね、980メートルぐらいの確か山だったかな。行ってみたいと思います。木場岳登山口へは三ツ瀬峠の方からですね、向かいます。こちらのですね、ルートの方が道幅が広いのでおすすめです。登山道付近は駐車場はちょっとないんですが、皆さんですね、路肩の端っこの方に寄せられて止められていました。三ツ瀬方面の方がですね、道幅が広いので私たちはちょっとそちらの方がいいんじゃないかなと思いました。建物の前にはですね、止めないようにしましょう。木場岳登山口のルートですけども、大体20分から30分ぐらいでですね、鉄塔にたどり着きます。で、鉄塔から、だんだんこう登っていくようなですね、斜面が本格的な山道になっていきます。途中鉄塔に行くですね、手前の方、道切りですね、ちょっと水が流れてたりとかしてるんですけども、この道が結構ね、面白かったです。いつもちょっと水が流れてるかちょっとわからないですね。ところまでね、ちょっと価格入りきれないって言ってました。はい、鉄塔付近、ちょっとね、開けた場所なんかもあるので、休憩されるのもこちらおすすめですね。鉄塔から少し日当たりのいい山道になります。鉄塔からですね、大体もう5分ぐらい進むと、最初の三ツ橋筋が見えます。一番最初のね、三ツ橋筋です。この坂を登ればっていうね、間、しばらくちょっと急登が続くんですけど、ここを登りきるといよいよ伊原山山頂になります。あれ、これは三ツ橋筋です。この坂登る、何なんだ。ここからですね、ちょっと三ツ橋筋とかいろいろ植生が綺麗なので、おすすめの登山ルートですね。途中結構道がね、狭いところもあったので、子供は長いズボンを履かせた方がいいかなと思いました。あれ、三ツ葉以上あるけど、1、2、3、4つ葉筋だよ。はい、山頂ですね、結構広くて、レジャーシートとかも結構広げれそうな感じでした。岩場のところはマムシ注意とかいうね、表示もあるので十分気をつけてくれた方がいいかなと思います。結構福岡市内がですね、結構一望できるような綺麗な景色で、さらにですね、ちょっと展望スペースみたいなところもあって、そこから三ツ橋筋が結構綺麗に見えました。三ツ橋筋がね、もう最高ですね。満開、今週来週ぐらいが見頃なんじゃないかなと思います。他の登山客の方からも教えてもらったんですが、
水無し登山口からのルートも草花が綺麗みたいですね。伊原山のですね、山頂結構人が多くてね、取れませんでしたので、ちょっと奥に行ったちょっと展望スペースで、紹介します。982メートル、ですね、ミツバツ筋がね、もう最高ですね。ここから見えるですね、ちょっとミツバツ筋のね、道みたいなのがあるんですけど、ここで結構ね、写真撮ると映えましたね。してきました。伊原山はだいたいここから1時間ぐらいですね、約、下山だいたい40分ぐらいで降りられたと思います。途中ちょっとわらびなんか山菜を取って買いましたけども、そういう楽しみ方もありなんじゃないでしょうか。今回のですね、駒岳登山口からの伊原山登山ルート、参考になりましたらチャンネル登録お願いします。